疲れ様でした。お疲れ様でした。笹井敦史さん役、笹井敦史さん、オールアップでーす。お疲れ様でした。全部やんのかこれ。いや本当にありがとうございました。いやお疲れ様でした。何ヶ月？ 3 ヶ月？ 4 ヶ月？だから4ヶ月か。お世話になりました。3年にわたる。3年にわたる。お世話になりました。4ヶ月ね、本当にね、ありがとうございました。原曲通りというか、こんな感じでやりましょうかね。じゃあ、はい、一発目やってみましょう。毎週も変わらない。いつものやつまたふらふらと集まって、今日も京都で作曲ごっこ。あの曲に向けるコツになるそうそう。いきなりラップかまっちゃってるけど、俺たち本当はイントロランド。痛みないリリーの続きだけ。見よう見まいだって。どうしよう。やることないな。悩みだよね。キモいね。普通にキモい。いや、やることなくない。悩み始める私。普通にキモい。やることないよね。心に鬼でもいるんじゃない。本気のやつじゃん、これ。おはようございます。熊さん入りまーす。これいい。自分で言うか、自分で言うか。おはようございます。みんないないです。パークがなくすげえと意外とこれ手前の方しか映るんだ。 4K じゃない。 4K でもあ、すごい。なんかライティングの感じでいい、いいよ。一人だけブースだもん。簡易ブース羨ましいよ。いいっすね。いや久しぶりだな。 なんだっけ、美術の歌だっけ。わざとじゃん。わざとじゃん。おはようございます。おはようございます。またお荷物。ありがとうございます。いや、荷物を片付けずに。昨日のまま来たってこと。みんなからやるんですけど、あえるの聞こえて聞こえて聞こえて、めちゃくちゃ面白いぞ。やむやむやむ。取れてんのこれ。聞こえてくるよ。なんでうなずいてるだけなの。歌えよ。ゲロゲロガガガカエルの。辛い時こそ応援してくれそうな歌や。思い出そうよ。いい歌、いい歌、いい歌。
いい歌になりそう。やっぱりか、ちょっと嫌な空気はあったんだよな。あ、変わらない、いつもの奴らとフラフラと。これいいな、なんかこのこれなんかちょっと上手かったタンバリンいいぞ。いきなりラップかましちゃってる。俺たち本当はインストバンドの神なエリリック。綴るだけ見よう、目真似だって It's OK。 そのロコローションみたいな、そのあー的な、そうなんかいい感じ。これでと、これで鳴らしてみてどうですか、ね、心差し高く。いや、いい曲にすな。いい曲にすな。もうすごいビブラート。右からやってきた。高いけどシェイク。これ辛い？これこれ。シェイク？シェイクシャック。美味しい。レモネードがうまい。あー、クロゴマシェイク飲んだ。え、クロゴマシェイク飲んだ。どこでポイント悪いね。いやもう最低かもしれない。何シェイク？ギガイのシェイク。バカ。そんなバーガーもうまい。バーガーうまい。美味しい。ポテトもうまい。ポテトもうまい。ポテトなんかチーズかかってるやつとか。マジで今日食えた。いや、チーズオンうめえんだ。あの、これもうまい。ねえ、それ私が今言ったから。ほら、風邪あるし。大概一緒やな。泣くぞ、それ。泣くぞ。あと一番好きな曲何？一番好きな曲、一番好きな前に、ワンタイムカー死にます、一曲だけ聴けますって言って。うわ、何言ってたよ。俺あるな。え、何聞きたい？え、教えて。アメージング・グレース。すごいな、進行深そうで突っ込みづらい。歌ってみて。アメージング・グレース、アメージング・グレース。知らない、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 なんか俺の技量じゃ歌えないよ、あんな壮大な曲は。いや、普通に歌えるだろ。いや、歌ってみ。アメージング・グレース、アメージング・グレース。違ったよ、もう。え、声は何？え、死ぬ前に聞きたい。え、あるけど普通に言いたくない。気持ち悪い。本気のやつじゃん、それ。本気のやつじゃん。気持ち悪い、やば。気持ち悪すぎるでしょ。声嫌だっつってる人いるんだと。深い程度振ったのがいる。ちょっと思い出したんで。一人ぐらいさ、いっぱいいるなら。そんな振る感じ。5回程度。もう5回終わってる。これは俺1回としてる。うん、そば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 、真夏のジャンボリー、あー真夏のジャンボリー、湘南の風、あー真夏のジャンボリー。高橋一緒じゃねえわ。メッセージ性薄いでしょ。そんな尺使って使いたいかね。そんな尺使って伝えたいかね。真夏のジャンボリーじゃない、真夏のジャンボリー。灼熱って言ってないわ。言ってないね、真夏のジャンボリー。じゃあ俺もだ、灼熱って言ってないんだ。言ってない。俺も言ってねえよ。これ小児が飲むやつだこれ。小学生以外飲んでる。本当は高校以来。いや昨日とか言っとけ。今トミと私のトミとかトミとかちゃんと歌え、ちゃんと歌え、投げやりになるな、ちゃんと歌え、歌うな、歌うな、ちゃんと歌え。仕事を得意なさ、ちゃんと歌え、ちゃんと歌え、歌わないんだろ、歌わないんだろ、歌わない。すごいよね、ジリマリ、すごい、すごい。
ガラスみたいな涙のってあれなんだっけ、色とりどりの世界。色とりどりの世界も好きだわ。嬉しくってだけやわよ。それはゆきちゃんのソロ。ポケットに忍ばせたマイビスケットは、それはゆきちゃんのソロ。あれ好きだわ。なんでだろう、なんでだろう。ああ、はいはいはい、それゆきちゃんのソロ。鉄&マリーじゃなくて、あー、なるほどね、鉄&トモか。あ、そういうことか。面白いわ。いや、だから笑え。お前ら全員に言えるけど、面白いわって言ってるなら笑え。笑ってたりもしますよ。え、ちょっと飲んでみていい？いいよ。いや、嫌なら言ってくれていいの。いや、絶対嫌じゃん。嫌なら言って、嫌なら言って。飲んでいい？いいよ。いや、じゃん。いいってするなら。いいよ。あ、ありがとう。そのシールドは、いや、両手際で、うん、そのシールドはここに置いてあったやつ。そう、さっぷり大きいものよ。そう、不意打ちだな、もう一回取ってよ。これ現像してくれる店とか今だけどこにあるの。ここへ持つって、はあ、これマックスコーヒーじゃない。いやいや、からし色、マックスコーヒー色じゃない。これマックスコーヒーこんな色してるの飲みたくないもん。かぼちゃジュースじゃん。白シャツにマックスコーヒーぶちまけ。調子の悪い時のあれ。人の服はさ、何だと思ってんの君。調子の悪い時の黙っててほしい。黙ってるわ。疲れたね。黙ってるわの顔じゃねえだろ。すげえ喋るかもしれない。いつまで撮ってるんだーい、どっちなんだーい。